令和5年度新型コロナワクチン接種についてご説明いたします。まず、国の制度概要についてでありますが、新型コロナワクチン接種を自己負担なく受けられる特例臨時接種の実施期間は、今年度末まで延長されることが決定いたしました。国では来年度の令和6年度から、うん、 通常の予防接種と同様の仕組みに移行することを検討しておりますが、一方では今年度の進め方については、あらかじめ制度の大枠を示しております。今年度の追加接種は、5歳以上の方を対象に、5月8日から8月までの春夏と、9月から12月までの秋冬の期間に分けて、 実施することとされ、高齢者や基礎疾患をお持ちの方などは、春夏と秋冬の期間に1回ずつの合計2回、これ以外の健常な64歳以下の方は、秋冬の期間に1回、追加接種を受けることができます。これは、新型コロナウイルス感染症の流行が見込まれる時期等を勘案して期間を定め、 重症化リスクに応じた回数の追加接種を行うという考え方によるものであります。春夏の追加接種は、高齢者や基礎疾患をお持ちであるなど、重症化リスクの高い方々に加え、医療機関や高齢者、障害者施設等の従事者を対象とし、 オミククロンン株に対応しした2ワクチンを使用てて実施すすることとされております一方、秋冬の追加接種は、初回接種まで完了した5歳以上の方を対象としますが、使用するワクチンにつきましては、国が検討を進めているところであります。なお、ワクチン接種の努力義務については、5月8日以降、 高齢者や基礎疾患をお持ちであるなど、重症化リスクの高い方を除き、健常な64歳以下の方で、初回接種まで受けた方は、予防接種法に定める努力義務の適用対象から除外されることとなりました。続いて、当市における進め方として、まず、接種券の発送についてでありますが、 今後、接種時期を迎える方に順次お送りすることとしており、まず、本年2月までに2カワクチンの接種を受けた約11万5千人の方に4月下旬に接種券を発送いたします。また、これまでに発行済みの接種券をお持ちの方は、そのまま使用いただくことができます。 なお、春夏の追加接種を受けた方には、後日、秋冬に使用する接種券をお送りいたしますが、春夏に接種対象とならない方は、秋冬の期間まで接種券を保管していただくようお願いいたします。接種体制といたしましては、引き続き、受託医療機関における個別接種と集団接種を実施いたしますが、 今後、予定される特例臨時接種の終了に合わせて、集団接種につきましても終了する予定としております。来る5月8日以降、新型コロナの位置づけは、5類感染症に変更され、感染症対策は季節性インフルエンザ等と同様に、個人の選択を尊重する考え方へと転換してまいります。 こうした中で、高齢者や基礎疾患をお持ちの方には、今回国が定めた春夏と秋冬の接種期間に、早めに追加接種を受けてくださるよう、引き続きご協力をお願いいたします。また、ワクチン接種の努力義務が適用されない、健常な64歳以下の市民におかれましては、 秋、冬の期間に接種機会を設けますので、追加接種を検討いただきたいと思います。私からは以上です